ヒダヤット・イナヤット・カーンヒダヤット・イナヤット・カーンはイギリスの作曲家、国際スーフィズム運動の指導者。ロンドンでスーフィズム指導者のはずラット・イナヤット・カーンの子として生まれる。1932年にパリのエコール・ノルマル音楽院に入学し、ナディア・ブー・ランジェに作曲を指示したほか、バイオリンも学んだ。さらにブダペストでレナー弦楽始終相談の開いた。 室内楽講座に出席した。1942年にフランスのデイルフィ音楽院の教授に就任したが、後にオランダに行き、ハールレム交響楽団のバイオリニストとなった。1952年、シェルトゲンボッシュのオーケストラを指揮し、自作の公共史へ蝶を放送した。また同年に室内オーケストラを結成した。1957年にはパリで、 ズイクル公共曲がジョルジュ・プレートルの式で初演された。マハトマ・ガンディ生誕100周年の1969年には、ガンディ公共曲がオランダでのユネスコ特別コンサートで演奏され、その後もアメリカ合衆国でたびたび放送された。作品には、弦楽のための競奏曲のようなオーケストラ曲、弦楽史重奏曲のような室内楽曲、 スーフィーの賛美歌集などの合唱曲などがある。作風はラーガを基礎に火星を組み合わせたもの、つまり東洋の単旋律と西洋のポリフォニーを融合させたものである。1988年から国際スーフィズム運動の指導者となり、現在はオランダとフランスのシュレンヌに今日構えつつ、世界中で講演を行っている。ありがとうございます。